いつかの未来のある島国の花、世界は異能を宿し、高度に発達した新人類軍セプティマ・ホルダーに支配されていた。わずかに残った異能を持たない旧人類はマイナーズと呼ばれ、人類進化推進機構スメラギによって見つかり次第殺処分される運命にあった。ここもだいぶ荒れ果ててるね。それでも比較的マシか。今まで見てきた場所よりかは、スメラギが管理する都市はあんなにきらびやかなのにね。ここにも生き残った人いるのかな。ねえアキラ君。敵だ。え、本当だ。セプティマの反応多数、熱源反応もあるし、スメラギの奴らかな。一般のホルダーはスメラギの管理区画から出たりはしない。スメラギの特殊部隊ぐらいなものか。どうする、アキラ君。知れたことだ。行くぞ、ロロ。オーケー、ミッション開始だね。ゲートモノリスだ。あれを壊
次のエリアに行けよ。その姿、お前がイクセン。他の者が俺をどう呼んでいるかなど知らんが、それよりも教えてもらおうか、バタフライエフェクトの所在を。待ってアキラ君、こいつのセプティマ反応ただものじゃないよ。変身してないのに抑制し、関係ない。相手が誰であろうと、我が名はブレイド。大いなるスメラギの意志に基づき、イク行くぞ。ザッ、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 甘い、テア、甘い。その程度かイクス、その首落とさせてもらうぞ。メッセよ。とどめだ。あ、アキラ君、なに、煙幕。今だよ、早く、こっちに。誰、いいから早く、こっち。行くぞララ。ちょっと待ってよ。今の声、仲間が潜んでいたか。だがまだ遠くには。この気持ちの悪さはタイムリミットか。ここは？はじめまして。秘密基地。おお、ちなみに私は琥珀って言います。この地下に住むマイナーズたちのまとめ役、まあお姉さんって感じかな。なあなあ琥珀姉ちゃん、本当にこいつがあの白き鋼鉄のイクスなのか。鎧はかっけえけど思ってたよりひょろっちいのな。もっと鬼強そうなのを想像してたぜ。ほら京太、イクスさんに失礼だろ。はじめましてイクスさん、僕はジンって言います。マリア、外の見張りに行ってくるのです。おいマリア、一人で行くなって。ったく、俺も行ってくるよ。ヒクスの兄貴、後でロロ見せてくれ。ちょっと二人とも、はあ、すみませんヒクスさん、みんな外の人に会うのは初めてなんで、二人だけじゃ不安なんで僕も見てきますね。琥珀さん、ここの案内は頼み。おいさ、任された。イクスさんだってアキラ君、なんか変な感じだね。それにしても白き鋼鉄のイクスか。うん、ヤミネットの書き込みで見たことあるよ。真っ白な鋼鉄鎧をまとってイクスマークを敵に刻み込む希望の歌姫ロロを引き連れてマイナーズたちを助け歩く。いや、照れるな。誰が吹聴しているのかは知らないが、俺はそこまで大層に思うじ。そうかな、さっきの戦闘だってスメラギのセプティマホルダーたち相手に、そんなこと大人にだって無理だよ。だからきっとあなたは私たちマイナーズの希望。勝手に思われても迷惑だが、大人か。うん、昔はもっといたんだけど、スメラギに殺されちゃった。生き残ったのは私たちだけ。京太たちもああして明るく振る舞ってるけど、だからそのずうずうしいかもしれないけど、できれば。そうか、この場所は連中にも見つかっていないんだな。うん、今のところはだけど。活動拠点を。え？
活動拠点を提供してくれるなら、その間はお前たちを助ける。本当に？ありがとう。いいよ、ここでよかったらじゃんじゃん使って。イエイ、交渉成立だね。何かしてほしいことがあったら言え。できる限り。キュラ君、これからよろしくね。自分の家だと思ってくつろいでいいから。的に発言した未知の力、奇跡の産物らしく。それってもしかして。でもさ、この力ってどっちかっていうと僕よりアキラくんの気分出撃前にこうやって誰かと楽しくトークしとくと。へえ、そうなんだ。じゃあいっぱいおしゃべりした方がいいね。今夜は夜通し語り明かしちゃおうぜ。あ、遠慮しておく。なあなあ、そういやロロってあのロロなんだ。僕たちマイナーズを元気づけるべく闇ネットに歌をアップし続ける希望の歌。その人気はセッティマホルダーたちの中にも隠れファンがいるほどだとか。へえ、照れるな。でもそうだよ、何を隠そう、この僕がバーチャルアイドルロロなのです。でもさ、俺らが知ってるロロと全然違えぜ。ネットだと人間みたいな見た目じゃん。こんなタマコロじゃねえじゃん。タマコロってあの姿はモードディーバ、歌の力を使うとき専用の姿なんだよ。見ててよ、どやー。わ、変身した。すっげー、ロロだ、本物だ。だから言ったでしょ、とはいえモードディーバはあんまり。あ、戻った。僕に内蔵されたギジセプティマ動力機関 AB ドライブはアキラ君の精神波ともリンクしているから、アキラ君のテンションが上がっていれば長い時間あの姿を維持することもできるよ。例えば戦闘中敵をかっこよく撃破しまくって画面左に出ているクフードス戦画面左。え、なんだ。テンション上げていただけないでしょうか。無茶を言うな。ああ、そういえばファンだったね、ジン君。参ったな、そろそろ食料が尽きそうかも。大変だアキラ君、僕たちで保存の効く食料探してこようよ。兄貴たち、食い物を探しに行くのか。だったらここからちょっと行ったところにあるデパート跡がいいぜ。デパート跡。老朽化がひどくって危ないから近づくなって大人たちから言われてた場所なの。確かにあそこはまだ手つかずだけど。オッケー、それじゃあ僕とアキラくんでひとっ走ってくれよ。さすがに生ものはダメだろうけど保存食なら残
ないしね。ミッション。
やあ、君がイクスだね。ここを監視してる兵士から連絡があってね。許可なく喋るな、リベリオ。死刑執行が早まっても知らんぞ。ごめんごめん、所長さん。でも久しぶりに刑務所の外に出られたんです。少しは饒舌になる僕の気持ちも分かってもらえると嬉しいな。こんな誇り臭い場所でも貴様にとっては外の世界というわけか。変身許可はすでに出ている。しっかりとお役目果たしてみせろ。分かってますよ。僕だってずっと刑務所暮らしはごめんですから。コントラクト。はっ。やれやれ、お目付け役のはずなのに帰っちゃいましたね、彼女。さてイクス、僕も別に君に恨みがあるわけじゃない。君を倒せばスメラギが減刑してくれるって言うからね。僕もそろそろ家族の顔が見たいんだ。全力でやらせてもらうよ。おっと。ふっ。覚悟はいい。くらえ。おっと。ふっ。砕けろ。はっ。おっと。ふっ。覚悟はいい。くらえ。おっと。砕けろ。はっ。おっと。覚悟はいい。くらえ。おっと。覚悟はいい。くらえ。おっと。くらえ。まだまだ。おっと。いかに君でも。これなら。おっと。覚悟はいい。くらえ。おっと。負けない。終わりにしよう。クリムゾンデススレッド。これで決める。戦士は強いセプティマを持つ国民の中から無策。そんなことよりも他のホルダーが来る前に食料を運びだ。セプティマには相性がある。
敵ごとに有効な X ウェブ。ほえー、やっぱりアキラ君ってすごいんだ。